スライスを直すためのアドレスです、スライスが出てしまう人、まあ、聞いたことあると思うんですけど、アウトサイドインのカット軌道、クラブの軌道が少し外側から入ってきて、体の外側に抜けてしまう、こういう状態が多いです。でその原因は何かって言ったら、体の、まあ、動き方にあります、肩の向きが早く開いてしまったり、まあ、頭が突っ込んでしまったり、そういう状況で、クラブの軌道が、まあ、いわゆるアウトサイドインっていう軌道に、なりやすくなってしまいます。ですからまずアドレスの段階で気をつけることは、この肩の向きが、ゴルフクラブを持った時に左手側より必ず右手の方がこのように前に出てしまうのが、まあ、右手の方が下に持っているので、腕がその分出る分、肩のラインが少し前に出てしまう人がいます。ですからこの肩のラインを気をつけて、右手が下なのとプラスして、あまりこのように最初の段階でアドレスが向かないように、まず打つことが大切です。このように打ってると、どうしてもこちらからこうやってぶつけたり、それを嫌がるとこういうふうに開いて打ってしまう人が多いです。ですから肩のラインをちょっと気をつけて、まあ、こういうビデオなどでチェックして、こういう形の人が多い場合は、もうどちらかというと少し肩のラインが右を向いているようなぐらいの気持ちで構えていただいた方がいいと思います。